ボートフォーウーマン女性の声が政治を変える お集まりいただきましてありがとうございます。今日司会を務めさせていただきますのぞみノーバディと申します。私はシンガーソングライター文筆家として活動をしております。今日は寒い中ありがとうございます。集まっていただいてどうもありがとうございます。本当にちょっとだんだん寒くなってきましたけれども、周りの方にもご配慮いただきながら最後までお付き合いいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、ボートフォーウーマン女性の声が政治を変えるということで、今月31日の衆議院議員選挙に向けて女性の声を国会に届けよう、さまざまな多様な声を国会に届けようということで、奮闘されている野党共闘の候補者の皆さん、そしてこの東京、8区の候補者立憲民主党の吉田晴美さんを国会に送るためにさまざまな立場の方が集まってくださっていますので順番にご紹介したいと思います。先立ちましてですね、スピーチに入る前にいくつか簡単な諸注意をお伝えします。皆さん足元見ていただいて、ちょっとあの後ろの方だと思うんですけども、点字ブロックどうか踏まないようにご注意いただけたらと思います。また通行の方の邪魔にもならないように、あの後ろの方ですね、なるべくはみ出さないようにお願いします。あとですね、あの感染症対策として隣の方との距離十分取っていただきますようにお願いします。またあの不織布じゃないマスクされている方、あのスタッフが不織布のマスク持ってあの回っておりますので、ぜひ不織布のマスク、ご着用をお願いします。またですね、アルコール消毒液持ったスタッフ回っておりますので、あの手指の消毒もご協力を合わせてお願いいたします。メディアの方も含めてですね、感染症対策ご協力お願いいたします。また先ほどもアナウンスありましたけれども、本日あの優先席ご用意しておりますので、お子様連れの方とか、あの妊娠中の方とか、足ちょっと悪い方とか、あのいらっしゃればぜひあのお気軽にスタッフに声かけていただけたらと思います。では最後まで楽しんでいい空間になるように、ぜひお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いします。ではお待たせいたしました、ボートフォーウーマン女性の声が政治を変える、お一人目のスピーカーご紹介したいと思います。杉並区内在住のシングルマザーみーちゃんママさん、お願いします。こんばんは。私は、杉並区に住むシングルマザーです。これからここでお話しされるような皆さんのようにすごくあの素晴らしい肩書きを持っているわけではないんですけども、今日こうやってお話をさせていただく機会をいただけて大変感謝しております。よろしくお願いいたします。私は3年前に仕事の転勤で東京に引っ越してきました。知り合いもおらず、住んだこともない土地で子育てと仕事を両立することはすごく大変でした。子どもの時間を犠牲にしたり、子どもが寝てから夜中に仕事をする生活を余儀なくされています。そんな中、私はおじさんのエリートたちが女性を社会で活躍させる議員や会社の管理職に女性を何人置くと言い始めたことに若干違和感を持っています。そういう社会になること自体は全く素晴らしいことだと思うんですけども、女性の活躍と言っているそのための環境づくりは自己責任なんでしょうか。生活や睡眠時間を犠牲にするのは当然なんでしょうか。それって女性がしんどいことが増えるだけじゃないでしょうか。私は忙しく仕事をする中で子供がかわいそうとか育児放棄してるって通報されたこともあります。私だって子供と一緒にいたいです。でも子供に不自由のない生活、教育を受けさせるためにはお金が必要なんです。そのためには身を削って働いて周りの人に負けない成果を出さなければなりませんでした。私はそんな孤独な子育てと仕事の両立、理不尽さにすごく悩んでいる時に、本当に限界を感じていた時に吉田晴美さんに出会いました。晴美さんは私にこう言ってくれました。みーちゃんママは十分頑張ってるよ、もっと手を抜いていいんだよって。時にはしばらくみーちゃん預かろうか、ちょっとリフレッシュしておいでよって言ってくれました。
しかもこれが私だけが特別だったからじゃないんです。はるみさんは杉並区の端から端まで回って、そこで出会った全ての人の思いを聞いて心を寄せて活動されているっていうことを後から知って、私はすごく驚きました。私は常々すごい女性って言われる基準が、男性と同じように、もしくは男性以上にできていることっていうところがすごく違和感を持っていました。女性は女性の働き方や女性だからこその強みがあると思います。家庭を守り、子育てや介護をする女性はすごくないんでしょうか。なぜそこを無理して男性に合わせないと認められない世の中なんでしょうか。それって男性に出産しなさいって言ってるのと同じだと私は思ってるんです。性別だけじゃありません。一人一人皆さん違う個性を持ってます。得意不得意があります。状況も違います。そういった一人一人違う人が集まって社会ができています。吉田晴美さんは演説でこうおっしゃいました。違いこそ力、多様性こそ力なんです。それは私は晴美さん自身がいろんな理不尽さで苦労をされてきて、さらに多くの人の声に耳を傾けてきた頃、傾けてきたからこそ出た言葉だと思っています。はるみさんは必ず私たちの声を国会に届けてくれる、本当に女性が生きやすい、女性が活躍したい国にしてくれる人です。だから私は絶対にはるみさんを国会へ送りたいです。でもね、正直私この選挙戦が始まるまで、とはいえ結局おじさんが組織票っていう見えない魔法を使って勝つんだろうなって思ってました。いつも私たちの一票は 何の力にもないならないって思ってました。でも日が経つごとに晴美さんを支持する声がどんどん大きくなって、今や当選まであと一歩のところまで来てるんです。私たち市民、そして女性の力が勝利する瞬間が現実となろうとしています。私はそのことに毎日ワクワクが止まりません。私の一票なんて何も意味もないって思っていましたが、今回は違います。ここにいる皆さんの一票、そして皆さんの周りへの声かけで実現させることができるんです。皆さん選挙に行きましょう。投票用紙に吉田晴美と書いてください。ご家族や周りの方にも吉田晴美さんへの投票をお願いしてください。そして私たちの力で吉田晴美さんを勝たせましょう。ありがとうございました。みーちゃんママさん、ありがとうございました。吉田さんに声かけていただいた言葉、私もそんなこと言われたら涙が出そうと思いました。続いてのスピーカーご紹介します。デプト代表、そしてアクティビストとしても活動されているエリさん、お願いします。こんばんは、エリと申します。私は普段ファッションのお仕事をしています。自分でお洋服をデザインしたり、古着屋さんもやっています。私今38歳なんですけど、この仕事を始めて、今年で20年になりました。この20年の間もいろんなことがありました。私は会社の社長もしています。自分でデザイナーもしています。こうやって皆さんの前に立つ仕事もずっとしてきました。その中でですね、結構よく言われる言葉がありました。女の子なのにすごいね、女の子なのに会社やってるんだ、女の子なのにこんなに仕事してるんだねってよく言われました。で、若かった私は、そっか、私そんなすごいのかな、言われるほど。で、それを単純に褒め言葉だと思って捉えてました。でも今考えると、なんで女の子は会社をやっちゃいけなくて、
なんで女の子はいっぱい男の人のように仕事をしちゃいけないというか、そういうふうにするとそう言われるんでしょうか、特別視されちゃうんでしょうか。今考えるとすごくおかしいし、それをこう受け入れてた自分もちょっとやっぱり飲み込まれてたなっていうふうに思うんですよね。で、そうですね、私結婚もしたことあります。姓を変えました。でもその時もなんで私姓変えなきゃいけないんだっけなと思って、超いろんな面倒くさい手続きをして、なんで私だけこんな面倒くさいことをしなきゃいけないんだろうって思いました。で、お互いに仕事をしてたんですけど、私の方が仕事を切り上げてご飯を作りに帰ったり、家のことをしたりしていました。でもそれが普通だと思っていました。思わされていたのかな。でも今考えるとそれも変だなと思います。私だって仕事したいのに、働きたいのに、子供を持つことも考えました。でも私にはロールモデルがいなかったんです。私がやりたい仕事をして子供を育てていくっていうロールモデルが自分の周りにはいなかった。どうしていいか分からなかったんですよね。でそれはやっぱり社会が私たち、働く女性や、子育てをしたいと思っている女性を支えてきてくれなかったんだなっていうふうに自分は今思うと感じます。吉田さんの、街頭演説を、聞いていて、先ほどのみちゃママもおっしゃってましたけど、違いは力、多様性は力っていうふうによくおっしゃっていました。なんかその私たちが私たちでそれぞれいるためにこの社会ってやっぱりまだ成り立ってなくて、好きなように生きたいです。私もみんなも好きなように生きられるはずなんですよね。でもそうさせてもらってないで、すごくそれ変だなって思います。で私ファッションの仕事をしながら普段、気候変動、気候危機のアクションをするアクティビストとしても活動をしています。最近、昨日ですかね、元総理が北海道の気温が上がったから米が美味しくなった、米が取れるようになった、温暖化も悪いことばっかりじゃないっていうふうに言いました。そんな人が今まで政治を動かしてたんだと思って結構ゾッとしました。この東京8区の対立候補、自民党の対立候補もずっと国会にいます。でもあなたたちの声を拾い上げる耳を持ってますって街頭演説でおっしゃってました。でも耳を持ってて何が変わりました？今まで私たちの声聞いてもらったっていう実感ありますか？私全然ないんですよ。で私今日この演説をしますって吉田晴美さんを応援しますって、インスタグラムでポストしました。そしたら吉田さんが以前教えられていた大学 の生徒さんからメッセージをいただきました。吉田先生は一人一人の声を丁寧に聞いてくれる本当にいい先生でしたってメッセージをいただきました。やっぱりそういう人に政治やってもらいたいですよね。そういう人ですよね、私たちが欲しい政治家って。気候変動のこともそうです。私たち一人一人の生活をきちんと守ってくれる、政治家を選びたいです。東京8区、吉田晴美さんしかいないと思っています。みんなで応援しましょう。そして一人でも多くの人に投票に行っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。吉田晴美さん頑張ってください。エリさんありがとうございます。好きなように行きましょう。ですね、たくさんの方お集まりいただいております。後ろの方だいぶちょっと狭くなってですね、通路にはみ出してしまっているということなので、ぜひ前の方に詰めていただいて、この横のあたりも空いてますので、ぜひ前の方にですね、ちょっと隣の方とも距離取りつつというところで難しいかと思うんですけど、ぜひ前の方に来ていただけたら、スタッフが誘導いたしますのでよろしくお願いいたします。ではスピーカー次の方ご紹介したいと思います。立憲民主党の臼井亜希子さん、お願いします。高円寺駅前お集まりの皆様、こんばんは。
ただいまご紹介いただきました、私立憲民主党北区議会議員の臼井愛子です。本日はこの東京8区、ぜひとも吉田晴美さんを国会へ送っていただきたい、そして野党立憲の立憲野党4党をぜひとも国会へ一人でも多くの仲間を押し上げていただきたく、その応援としてこちらに参りました。皆さん、今の暮らしに満足していますか？してないですよね。私も全然満足していません。このコロナ禍で2年間も私たち自粛自粛の毎日で、行きたいところに思うように行けないし、会いたい人にも会えない、そんな日々続いていませんでしたか？なのに政権与党の人たち、好き勝手遊びに行ったり会食したりしてましたよね。もうこんな政治終わらせましょう。そして我慢していたことはコロナだけじゃなかったですよね。ジェンダー平等、これについても私たちは長い間ずっと我慢していたんじゃありませんか？そうだ。私も政策でジェンダー平等と企画で訴えてきましたが、そうするとその度にジェンダーばっかりとか言われてきました。国政でもジェンダー平等を訴えるとなぜかそんな小さい問題とか、あとは経済の方が優先だとか問題を矮小化されてきました。でもこんなに男女の賃金格差があって、差別があって、性暴力がある、こんな今の日本の社会、しかも世界でジェンダーギャップ指数が120位なのは、この問題を放置してきたからじゃないですか？そんな政治、もう私たちの力で変えていきましょう。今私は北区でこうしてジェンダー問題いろいろ取り組んでいます。北区で2020年の春にようやくパートナーシップ制度できます。でもこれ本当は当事者もすごく望んでることでしたが、国で法律で婚姻の平等ができて、差別にノーと言える法律ができたら、当事者もっと普通に嬉しいんじゃないですか？そうだ。こういった問題をきちんと国会で議論して変えてくれる、そんな代弁者、私たちの代弁者が今国会に必要です。私はこの8区では吉田晴美さんしかいないと思ってます。そして私たち今一票持ってますよね。私も北区で一票持ってます。この一票は、私は北区では共産党、そして野党統一候補の池内沙織さんに託したいと思ってます。なんでかって、だって国会の初質問で LGBTQ について取り上げて、しかも性暴力の問題正面切って質問してくれた、そんな政治家どこにいますか？今私たちは野党4党で政策合意しています。20政策で合意しています。ジェンダー平等ももちろん入ってる。だから野党共闘が、その共闘している候補者に一票が、皆さんの力が必要です。さて、ここの東京8区杉並区では野党統一候補は吉田晴美さん、もちろん今までこの統一するためにさまざまな人の思いありましたよね。令和の皆様にも共産党の皆様にも、この野党統一に向けて取り組んでくれた皆様に、本当にこの皆様のおかげだと思っています。本当に心の底から敬意を表します。ありがとうございます。でもだからこそ、統一したからこそ、吉田晴美さんに何としても国会に行って代弁者になってもらう必要がある。なんでか、吉田晴美さんこのコロナ禍できちんと真っ先に事業者のアンケートを取りました。6年間この街で皆様の声に耳を傾けてきた。そしてきちんと政策のパンフレットに同性婚の法制化って掲げてくれてる。立憲民主党としてももちろん、そして吉田晴美さんとしてももちろん、ジェンダー平等を前に進めたいと思ってる。あらゆる差別をなくして共に支え合う社会、吉田晴美さん目指してます。だからこそ皆様のお力で吉田晴美さんを国会へ送りましょう。よろしくお願い申し上げます。そして最後に皆様に、このこれを見ている皆様にお願いです。北区や東京8区以外の人、そしてまた、この8区でも
比例は野党4党、お好きなところ立憲、共産、社民、れいわ、この4党もあります。好きな政策で選んでください。そして一人でも仲間を国会へ増やしていきましょう。よろしくお願い申し上げます。立憲民主党宇佐英子さん、力強いメッセージいただきました。ありがとうございます。野党共闘応援しましょう。では続いてのスピーカーご紹介いたします。フリーランスとして都内で働かれている石森愛さん、お願いします。高円寺駅にお集まりの皆さん、こんばんは。石森愛です。今日はちょっとなんか偶然にも自民もしくは維新みたいな色で来てしまったんですけれども、タイはございません、はい。今日、こちらに お集まりの皆さんのお仕事は何でしょうか。会社にお勤めでしょうか。すでにリタイアされてますか。リタイアしても元気に働いていらっしゃる方や、非正規の方、主婦をしながらパートを掛け持ちしている方、いろんな方がいらっしゃるかと思います。私は料理教室をしています。外国人観光客向けに、いわゆるインバウンドの料理教室をしていました。いましたというのは、このコロナの境に仕事がゼロになってしまったからです。仕事がゼロになると、私のようなフリーランスはとても不安定になります。お金を借りることも難しいですし、返すあてもありません。失業保険もありません。きっと同じようなパートや派遣の方がたくさんいるのではないかと思います。自営業の方もフリーランスの方もたくさんいらっしゃると思います。これって自業自得なんでしょうか。会社に勤めてないから、食いっぱぐれない、安定した職業に就かなかった私が悪いんでしょうか。そうじゃないですよね。何かあった時に会社に勤めてなくても保障がされる社会の方がよくありませんか。いざという時も安心して暮らせる、そういう社会であれば仕事を頑張れるんじゃないかと思います。今年の4月に私は子供を産みました。コロナ禍の中で不妊治療をして授かった子供です。嬉しい反面、仕事はない、お金はない、子供はできる、先が見えない、前例のないこのコロナの中、子供を産み育てることがどれだけ不安だったことか。ネットにはこんな時に子供を作る方が悪いという人もいました。私もっともフリーランスとして働いているので有給はありません。会社からの育児休業給付金もありません。そして皆さんご存知の通り、日本では出産にはお金がかかります。国からお金は出ますが、ほとんどの場合それだけでは足りません。この少子化の中、子供が欲しい、子供を産みたい、そう願う人のためにどうして国はお金を出してくれないのか。市民と政治の間には大きな大きな距離があります。私たちはもう十分頑張っています。もっと頑張らないといけないのは政治の方です。自民党の麻生副総裁は言いました。給付金を配ってもみんな貯金に回ってしまうと。どうして貯金するのかって、生活が苦しいからに決まってるじゃないですか。国にお金をもらったら貯金する、それこそが私たちが政府に感じていることの正体じゃないですか。この政権はケチで、市民が困っていても知らんぷりだってみんな分かってるから貯金するんじゃないですか。日本って世界第3位の先進国のはずですよね。経済大国です。世界には給付金毎月出すよ、緊急事態だから休業してね、その代わり保証するよ、アートや文化は大切だからそういう先進守るよ、そういう先進国たくさんあります。それがどうして他の国にはできてこの国にはできないんですか。それはずっと同じ政権が政治をしているからです。メディアが政権を批判しないからです。選挙に行かない人がいるからです。そうするとずっと同じ政治が続いちゃって、政治は権力は必ず腐敗するんです。今まで選挙に行ったけど自分の応援した候補者が残念な結果に終わってしまった、そんな人もいると思います。何も変わらなかった、本当にそうでしょうか。あなたは変わったんじゃないですか。この人を国会に送り出したい、そう思って投票に行った。あなたがそんな風に変わること、それが大事なんです。組織票で選挙をしている人たちにはその一票が怖いんです。今私たちには政権交代が必要です。それができるのは私たち一人一人が変わり選挙に行くこと、それだけなんです。
今日私はこんな大きな舞台で話をするチャンスをもらいました。有名人ではないただの一市民です。とても緊張していますけど、未来のためにほんの少し勇気を出し変わろうと思って声を上げました。私は変わりました。次はあなたの番です。皆さんは変われます。私たちは変われます。あなたの声を一票に乗せて届きましょう。最後に、この東京8区には吉田晴美さんという素晴らしい候補者がいます。女性候補を応援しようというと、女性なら誰でもいいわけじゃないという意見を聞きます。本当にそう思います。女性のために、弱者のために、嫌なものは嫌って言える、そういう女性候補じゃないと意味がないんです。今日ここにいらっしゃる皆さんには素晴らしい選択肢があります。私たちの声を必ず届けてくれる人です。吉田晴美さん、どうぞよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。石森愛さん、ありがとうございました。変えていきたいです。変えましょう。続いてのスピーカーご紹介します。夫の在留資格を求める日本人配偶者の会の方、来ていただいてます。お願いします。夫カッコ仮放免者の在留資格を求める日本人配偶者の会メンバー、無線ブラハルカと申します。今日は寒い中ありがとうございます。好きになった人にたまたま在留資格がなかった、または亡くなってしまった日本人配偶者たちがお互いを支え合うという会を先日立ち上げました。私の場合なんですが、夫と出会った時には夫は在留資格を失っていました。彼は中央アフリカ、コンゴ民主共和国出身、スマートフォンやパソコンの電子機器に使われるタンタルなど豊富な地下資源をめぐっての争いがある国です。政治活動をしていた夫は身の危険を感じ国を出ました。それらを理解して私は結婚しましたが、まさか日本が外国人と結婚した女性に非常に冷たい国だとは思いもしませんでした。私たちメンバーの夫はみんな働くことを許されていません。県外移動の自由もありません。保険証も作れない方がほとんどです。現在私たち夫婦には4歳の双子と1歳の女の子、3姉妹を抱えております。背中にいる1歳の子は先天性の心臓の障害を抱えて手術をしました。子供に障害があっても特別児童扶養手当も審査すらしてもらえませんでした。双子が生まれてから私が働いて家計を支えていましたが、夫が働けないので保育園には入れられませんでした。夫はギリギリの精神状態で双子の赤ちゃんのケアをずっとしてくれました。双子たちが3歳になった時、保育園に入れるか幼稚園に入れるか、いろんな選択肢があるかどうか、そこでまず悩みました。保育園は入れられない、しかし幼稚園、私の派遣社員の給与でなんとか頑張っておりましたが、とうとう貯金も尽きて、普通の家庭なら用意できる幼稚園の入園金も用意できない。この社会からどんどん追いやられ、貧困に陥るしかない生活です。今年自民党から出された入管法の改正案、改正とは名ばかりで、よくよく読んでみると今と何ら変わらない、ましてやひどくなる。3回目の難民申請をしていれば家族と引き離して強制送還もできるという最悪な改悪案でした。私もなんとか廃案にしたいと赤ちゃんを連れて国会前でデモをしたりスピーチをしたりしました。そんな改悪案が廃案になり、周りからはおめでとうと言ってもらいましたが、私たちの心は複雑でした。夫が働けず保険証もない、生存権がない、いわば社会的に死んでいる状況は何も変わっていないからです。最悪の法案、何が最悪か、それは法務大臣の裁量という名で何も明かされず、いつまで夫のビザを待ち続ければならないのか全く見えない、
先が見えない生活です。夫がまたは父親が再収容されるかもしれない恐怖に延々と怯えていなければならないのです。ほとんどの日本人の方はいくら入管庁でも家族をバラバラになんてそんなひどいことしないのではと思われていらっしゃる方もいるかもしれません。しかし私たちの仲間には口約束で1年お父さんが国に帰れば日本に帰ってこれますよと言われた方がいますが、2年経った今も日本に帰れない家族がバラバラになっていらっしゃる方もいます。これは日本人女性の差別ではないでしょうか。選挙前の人気取りのために外国人を利用しマイノリティである私たちを散々苦しめていることを棚に上げている自民党には怒りしかありません。心からのお願いです。どうぞ吉田晴美さんを国会にお送りください。この方は一緒に私たち仮放免者の問題を考えてくださると私は信じています。必ずこの政権を変えなければ私たちの苦しい生活は変わりません。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。夫の在留資格を求める日本人配偶者の会から来ていただきました。入管の問題本当に変えたいです。変えていきましょう。ありがとうございます。後ろの方ですね、ちょっと通路の方にまたはみ出して来てしまっているということなので、ぜひ皆さん一歩ずつ前の方にお願いします。こちらの横も空いてますので、ぜひですね、あの前で近くでご覧いただけたらと思います。では続いてのスピーカーご紹介したいと思います。私もこの間あの文化を守る活動で本当にたくさんお世話になりました。日本共産党の吉良よし子さん、お願いいたします。お集まりの皆さん、高円寺駅ご利用ご通行中の皆さん、こんばんは。日本共産党参議院議員の吉良よし子です。今度の総選挙、女性の声で政治を変える、東京8区は吉田晴美さんの当選で、政権交代でジェンダー平等の政治こそ実現しようではありませんか。日本の総選挙でジェンダー問題がここまで大争点になったこと、かつてなかったことだと思います。でも実際私たちコロナの下ではっきりと分かった、女性が政治に置き去りにされているということ、コロナの下で多くの女性が仕事を失った、ステイホームで DV 被害は急増し、女性の自殺率は男性の5割増し、予期せぬ妊娠をした、誰にも相談できないまま子供を産んで息をした女性が逮捕されてしまう、そんなニュースが何度もこの日本で駆け巡った。なぜこんなことになったのか、政治が、自民党公明党政権が女性の声を置き去りにした、差別を容認し続けたからじゃないですか。忘れもしません、私国会で医学部の入試差別問題を取り上げた、女子受験生だけ一律に減点する、これを国会で取り上げた時、政府は最後までこれを差別だとは認めませんでした。でもその属性によって不利益な扱いをする、この場合で言えば女性だからと点数を下げる、これこそが差別そのものじゃないですか。目の前の差別を差別とも認めずになかったことにする、今の政府には差別をなくすこともできないし、ジェンダー平等実現できるわけがありません。だから政治を変えましょう。吉田晴美さん当選させようじゃないですか。大体あの自民党は選択的夫婦別姓も同性婚もこの選挙で政策から消してしまいました。それだけじゃありません。
自民党の国会議員は繰り返し女性は簡単に嘘をつくとか LGBT 生産性がないとか不道徳だとか差別と偏見発言を続けているじゃないですか。こういう議員がまた今度の選挙でも自民党公認で立候補している。だから自民党への一票は差別を容認する一票になってしまうんです。そんな差別は絶対に許さない。一人一人が自分らしく生きていける未来をつかむ一票は野党に吉田晴美さんに託してくれませんか。私たち野党はあなたの声に応えます。あなたの声を必ず政治に届けます。痴漢ゼロ、政治の問題でなくしてほしい。高校生の声、私たち日本共産党早速国会に届けました。あなたの声を必ず政治に届けるために私たち野党は協力して頑張っています。だから野党の議席を増やしてほしい。東京8区は吉田晴美さん何としても勝たせてください。そして同じく大接戦の比例でも野党の議席増やしてください。日本共産党もどうぞよろしくお願いしたい。女性の声で政治を変える、あなたの声でその一票で政権交代、ジェンダー平等の日本こそ実現する。そのために私たち日本共産党も全力挙げて皆さんと共に戦い抜く決意を申し上げまして、この場からの訴えといたします。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。日本共産党、平良子さん、ありがとうございます。野党共闘4党、ぜひ皆さん応援しましょう。ありがとうございます。では続いてのスピーカーご紹介いたします。政治アイドル町田彩香さん、お願いします。大変失礼しました。じゃあいっちゃいましょう。失礼しました。令和新選組、衆議院選挙投票ブロック東京ブロック比例、すいません比例単独候補、令和新選組から渡辺照子議員、照子候補、よろしくお願いします。すいません、皆さんこんばんは。令和新選組、渡辺照子です。この東京8区は令和新選組の代表山本太郎が吉田晴美さんに託しました。何としても東京8区、吉田晴美さん国会に送っていただきたい。これは令和新選組の総意として皆さんへの切なるお願いです。ありがとうございます。私、令和新選組渡辺照子は元派遣労働者、シングルマザー、今認知症が進むばっかりの高齢の母を抱え、さらにロスジェネ世代の息子は万年派遣、貧困のデパートです。しかしこれまで約40年間働きに働いてまいりました。でも収入は年収200万ワーキングプアです。でもその私が600万円の供託金等から払ってもらえて国政選挙に挑むことができたのは、市民の皆さんお一人お一人の志と意思とご寄付があったからです。私は当事者です。社会的弱者です。ですけれども貧困であること、そして社会的弱者であることを一切恥じてはおりません。そういう状況の人間だからこそ、今の日本の社会制度が悪い、問題を指摘できるヘビーユーザーだと思っています。日本はジェンダー後進国です。ジェンダー指数120位です。女性は男性の約5倍家事育児アンペイドワーク働いています。でも今専業主婦世帯より共働き世帯の方が多いんです。日本の女性こんなに働き者いないんですよ。女性活躍推進法、安倍政権の時に施行されましたけれども、女性はすでに活躍しています。もうこれ以上何を頑張れって言うんですか。自民党政権は女性に対して産めよ育てよ増やせよさらに働けよですよ。もう十分働いている、活躍している。これからは政治の場でもさらにさらに女性が活躍して当たり前の国にしませんか。我々令和新選組は
誰もが生きててよかった、そういう国をあなたと作りたい、それがモットーです。この誰もがというのはもちろん女性も含めて、それから多くの性的マイノリティの方も含めて、あらゆるライフスタイルを選んだ方々がその生き方ライフスタイルを選ぼうとも不利益を被ることなく、差別を受けることなく、みんなが幸せになれる、それが目的なんです。そして私現在62歳です。議員だと、女性だと、特に若い女性、それから見目麗しい女性、いわゆる女性に対しての票ハラスメント、ルッキズムというものにさらされます。これについても私は抗っています、戦っています。ありがとうございます。怒りはパワーなんです。でも女性が声を上げると、怒りを上げたことだけでなぜ怒るのか、何に対して怒るのかではなく、怒りの声すら聞こうとせずに、女性は怒るもんじゃない、怒ると損だよと言われますけれども、私が訴えたいのは、女性も怒って当然だ、その社会的正義のために怒ることを私はこの選挙の場によって大いに訴えたいんですよ。ジェンダーの問題は女性の問題じゃありません。男性も、そして多くの性的マイノリティの方々も、多くの人たちの共通の普遍的問題なんです。ですから、まずは人口の半分の女性が当然国会議員の半分を占めるの、これ当然のことなんです。これが今なされてない日本って本当におかしい国だと思いませんか。私は特に女性でもエリートでもない、そしてシングルで、シニアで、シングルマザーで、ないない尽くし、ハンデありまくりのこの私だからこそ、当事者だからこそ、皆さんの声を代弁して代表して訴える価値があると思っています。この東京8区は立憲民主党の吉田はるみさん、素晴らしい女性候補です。そして比例票に関しては野党共闘でみんなの輪を広げてつなげて、れいわ新選組にも比例は令和で入れてください。私は比例単独です。国会に乗り込んで皆さんの声を一つでも多く、少しでも大きく国会に届けたい、訴えたい。どうですか、一緒にやりませんか。ありがとうございます。れいわ新選組、何の組織の後ろ盾もありません。皆さんが社会で孤立してバラバラになっている方々、その方々のプラットフォームでありたい。みんなで一緒の船に乗りましょう、頑張りましょう。ありがとうございました。令和新選組もぜひ応援しましょう。渡辺照子候補、ありがとうございました。続いてご紹介します、政治アイドルの町田彩香さん、お願いします。はい、高円寺にいらっしゃる皆さん、今からお家に帰ろうとしていらっしゃる方、またこれから出かけようとしている方、いろいろいらっしゃると思います。大学院生26歳の町田彩香です。今から5分ぐらい皆さんにお話ししたいことがあってスピーチをします。どうぞよかったら足を止めて歩きながらでも聞いていっていただけると大変嬉しいです。私には夢があります。見たい景色があります。それは何か、女性の首相が日本で誕生することです。女性の首相が日本の代表としていろんな国際的な会議に出たり、それ以外にも例えば国会で所信表明演説をしている女性の首相、見てみたいなと思うんです。小さい頃の私はおじいちゃんしか議員になれないのだと思っていました。というのもですね、私が通っていた幼稚園や小学校、来賓の方が運動会だったりお遊戯会に来てくれるんです。でもね、その時来てくれる政治家の方、みんなおじいちゃんなんですよ。だから私、小さい時におじいちゃんになったら政治家になるんだとも思ってました。
だから女性が政治家になるとか政治的なリーダーになるとか一回も想像したことがありませんでした。そして私がリーダーを女性が務めることについて特に大きな意識を持つことになった一つの出来事があります。高校1年生の時生徒会長に立候補しようとしたら女のくせに生徒会長に立候補するなんて生意気だと言われたんです。今からもう10年ぐらい前の話です。でもまだまだ日本の現状この10年で大きく変わったかと言われたら変わってないと思います。202030という標語がありました。2020年までに指導的立場に立つ女性の割合を3割にしようという目標でした。叶いませんでした。他にもこういう法律ができました。女性の候補者と男性の候補者各政党は選挙の時に両方の割合を均等にしてくださいね、そういう法律が3年前にできました。でも今回の選挙全然男女の候補者は均等じゃないんですね。朝日新聞の報道で見ました。数字が大事なので読ませていただきます。例えば自民党女性の候補者の割合 9.8% です。例えば公明党女性の候補者の割合 7.5% です。私には夢がありますと冒頭にお伝えしました。私は女性首相が誕生する瞬間を一刻も早く見たいと思っています。そのためには何が必要か、まずは女性の議員を増やすことです。女性の議員を一人でも多く国会に送り出すために私たちがすることは何か、それは女性候補者に投票すること、それから比例代表で女性の候補者をたくさん擁立している政党に投票すること、この2つが大事だと思います。政党の人と喋るときによくこう言われます。女性で政治家をやりたい人があんまりいないんだよね、だから候補者を擁立するときに困っているんだ。他にも現職が優先だから女性だからっていう理由だけでそんなに簡単に選挙区を変えたり新しく候補者を立てるのが難しいんだよ、そうやって言われることもあります。その一方で私はパリテアカデミーという組織で女性の政治リーダーを増やそうという活動もしています。そこでたくさんの政治家を志す女性の方々と会ってきました。政党の皆さんにお伝えしたい、女性の候補者となるべき人間はたくさんいます。でもそれがあなた方に見えていないんです。これ政治の話だけじゃないです。皆さんが勤めてる会社、学校、アルバイト先、女性でどんどんリーダーになったり偉くなる人だっているはずなのに、でも社会の構造がそうなってないから女性はなんとなく政治やリーダーに向いてないから、そういう思い込みがあってなかなか上に登っていくことができません。だからこそ今必要なのは私たちが女性の候補者を応援すること、そして女性を擁立している政党に投票すること、その2つでこの日本という社会を変えていきましょう。そして冒頭に述べた私の夢、女性首相が誕生する瞬間をこの目で見る、その日を心より楽しみにしていたいと思います。そのスタートラインが今回の衆院選だと思います。ぜひ皆さん東京8区吉田晴美さんに1票お願いいたします。そして比例代表野党4党立憲民主党、令和新選組、日本共産党、社会民主党、女性の候補たくさん擁立しています。ぜひ、比例は野党4党に投票をお願いいたします。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。町田彩香さんありがとうございました。女性を国会に送りましょう。続いてのスピーカー、杉並名もなき区民の会、丸山恵美さんお願いします。杉並名もなき区民の会の丸山と申します。私たちの会は、私もなんですけれども、
ほとんどのメンバーが後期高齢者です。私も1945年敗戦の年の生まれです。ついこの間誕生日を迎えましたので76歳です。80っていう人もいます。私たち高齢者だからこそ子供や孫たちにいい世の中を手渡したい、そういう思いで今まで活動してまいりました。今政権交代が絶対必要です。いい世の中にするためには、で杉並では名前言っちゃっていいのかな、石原伸晃氏、今日も必死で阿佐ヶ谷駅で私来る時に通れなかったんですけれども、警官が通るな危ないから振り切ってきました。もう立水の余地もないところで必死で岸田総理がどうかどうかお願い、いくらお願いしたって私たち杉並区民は投票しません。杉並には減税金運動という非常に素晴らしい運動が発祥の地です。リードしたのは女性なんです。女性が本当にその当時の私の祖母の世代なんですけれども、そういう女性たちが読書会でリードいたしました。その後もその余波で善福寺川緑地の公園を作るという運動をやってまいりました。それも女性たちです。なんで女性たちがこんなに強くやれたのか、女性がことあげするっていうことは、それまでに夫と戦い、家と戦い、世間の目と戦って、そしてことあげしたんです。吉田晴美さんもそうでした。皆さんご存知と思いますけれども、毎日毎日辻立ちを 6年間なさって、その中でついこの間、おめえ女のくせに男性から絡まれたそうです。そういう思いをして立ち上がった女性たち、男が立ち上がるのと全然違うんです。そういう女性たちの立ち上がった尊さっていうのをぜひここで力にしていきたいというふうに思います。弱者に寄り添うっていう言葉を使いますけれども、その言葉を使うことができるのは私は吉田晴美さんだけだと思います。つまり当事者意識を持って共に戦うという姿勢を持った人間以外は弱者に寄り添うという言葉は使うべきではないというふうに思います。ぜひ吉田晴美さんを時代の子どもたちのために国会に送り出していきたいと思います。私たち高齢者ばっかりです。もう80も過ぎた人間たちですけれども、そのために全力を振り絞りたいというふうに思っております。丸山恵美さん、お話しいただきました。ありがとうございます。本日ですね、前の方に優先席ご用意しております。お子様連れの方ですとか、妊娠中の方ですとか、足ちょっとつらいなっていう方、必要な方はですね、ぜひスタッフにお声掛けいただくか、前の方にお越しいただければと思います。そして後ろの方ですね、通路にぜひはみ出さないように、皆さん前の方になるべく詰めていただいてお越しいただけたらと思います。では続いてのスピーカーご紹介いたします。収容ではなく安心安全な暮らしを、そしてアップリンクワーカーズボイシーズアゲインストハラスメントで活動されている浅野萌さん、よろしくお願いします。こんにちは、高円寺の皆さん、こんにちはすいません、私は、都内で暮らす32歳の派遣社員です。毎月生理は訪れるし、セックスもするけど、子供を産むことも結婚も全く私の選択じゃないと思って生きてます。そして現在も続いている日本という国が行う植民地支配の歴史の中にいて、この国で選挙権を持つことが特権的に認められている日本国籍所有者です。私は今プラカードを掲げています。そこには収容ではなく安心安全な暮らしをという言葉と、トランス女性は女性だ、トラ
ランス男性は男性だということが書かれた逆、はい、ということが書かれたプラカードを持っています。これは入管東京入管で収容されていたトランスジェンダーの トランス女性が差別トランス女性であるということを理由に差別とか暴行なんかそういうことされてた時に行われた解放を求めるデモに参加した時に作ったプラカードです。収容ではなく安心安全な暮らしをという言葉は私が普段仕事の傍ら、2人の知人と友人と共に立ち上げた日本の入管制度によって迫害されている移民難民の方々のサポートを行う団体の名前でもあります。団体の名前なんですけど今日この選挙の場面で多くの選挙について多くの人々と言葉を交わす中で収容ではなく安心安全な暮らしをという言葉を改めてできる限り多くの人々と共有し分かち合いたいと思いこのプラカードを持ってきました。なのでこのスピーチの間の中で何回も収容ではなく安心安全な暮らしをと叫びます。よろしくお願いします。で、日本という国が移民難民から安心安全な暮らしを奪っているという状況を政治によって変えていかなければならないしそれはとても重要なことだと思っているからこの言葉を共有してこの選挙という場面で分かち合いたいと思っています。そして選挙がそれを実現するための大きな力として機能する重要な機会の一つだからです。収容ではなく安心安全な暮らしを実現するためには誰が議席にいるのかということがとても大事です。私たちは3人というすごく小さい団体なんですけれどもその活動の中でも国会や地方議会で議席を持つ政治家の方に働きかけをする場面があります。多分これは団体とかじゃなくてもその個人とかでもできることだと思うんですけど入管施設内で権利を奪われている方が暴力にさらされた時とか国会でその問題を取り上げてほしいとか例えばさっき最近の入管法改悪に反対する声を国会の中でちゃんと扱ってほしいとかそういったことを国会の中の議席がある政治家の方々に働きかけています。この国で生きる人の声に耳を傾けてくれる政治私はこの活動を去年2020年の8月コロナ禍の中でその友人たちと立ち上げたんですけどこの国で生きてる人の声に耳を傾けてくれる政治家の人が国会で議席が与えられているということが自分自身の命を含めて人の命を守っているということに直結守るということに直結しているということを痛感いたしました。収容ではなく安心安全な暮らしをすいません唐突です。はい、イエーイ、はい、すいません。で誰に投票すればいいのかなっていうことを考えるときに改めて収容ではなく安心安全な暮らしをっていう言葉をこの高円寺の駅で叫んでる人がいたなってことを思い出してほしいんです。で突然なんですけれども私は杉並区で東京8区に住んでます。なのでここ高円寺も杉並区だと思うんですけどで私はその8区から出馬する石原伸晃さんに果てしない怒りを覚えています。めちゃくちゃ本当に手が震えるぐらいに怒ってます。で2日前に挙げられた選挙運動の動画を拝見しました。石原伸晃さんのその中でトルコ国籍のクルド人の方が出てくるのかな出てくるんですけどなんかその方のがなんか日本人になれないということがその問題を解決をするなんかポイントとしてなんか言及されてたんですよね。日本人になることが日本国籍以外の人に対して行われている権利迫害の現状の解決策であるかのように言及したことを私は絶対に許しません。この国で生きるためには日本人である必要があるという思想こそが差別ですよね。そしてそれによって多くの人からこの選挙という場面において排除されている人がいますよね。
私この間なんか凱旋で時間が来ちゃいました。でもなんかそういう風に人を排除してるのに、なんか人を排除した思想を堂々とその差別の対象となっている人を利用してしながら、こういう選挙っていう時だけなんか利用してそういう言葉をなんかまだ繰り返すっていうことは本当にどれだけ無神経で、なんか本当に声を聞かない政治家なんだなっていうことを、なんかずっと国会にいるにもかかわらず、ずっとたくさんの人の期待を背負って国会という場にいるにもかかわらず、彼はそういう人の存在に耳を傾けてこなかったんだなっていうことをすごく痛感しましたし、この差別思想に向き合うことのできない政治家に議席を預けるということはとても危険なのだということをその動画を見て痛感しました。私は KKG 教育と経済と雇用というスローガンを掲げている吉田晴美さんに、このどれからも排除されている人の投票しようと思ってます。吉田さん の, あのホームページ見て、なんかずっと私は西荻なんですけど、西荻で選挙のために吉田さんが立ってるのを見続けてきました。それで、でもこの人何なんだろうなって思ってたっていうか、なんかこの人どういう政治家なんだろうって私は分かってあんまりなんか選挙のたびにちゃんと知ろうとしてなかったんですけど、でも彼女のホームページを見て、たくさんのスローガンが掲げられていて、ずっと人々の声を聞いてきた政治家なんだっていうことを、それが表しているなと思いました。なので高円寺の駅にいる皆さん、ぜひ吉田晴美さんに投票してください。そして比例とか誰か選ぶときに、収容ではなく安心安全な暮らしをという言葉を思い出してください。よろしくお願いします。すいません、長くなりました。収容ではなく安心安全な暮らしを、浅野萌さん、ありがとうございました。続いて文筆家の佐久間由美子さん、お願いします。高円寺にお集まりの皆さん、通行人の皆さん、こんばんは。私さっきからもうずっと何度も何度も泣きそうになってます。なんでこんなに踏みつけられてる人がいるんでしょうか。私今こうやって皆さんの前に立ってますけれども、25年前にこの社会に自分の場所はないと思ってこの国を一回離れた人間です。最近年下のいとこが9歳の娘の夢が総理大臣になることだと教えてくれました。そこで考えました。女性に生まれた彼女に、私はどんな夢でも一生懸命やれば叶うよと言ってあげることができるのかどうかということを。憲法24条は女性に限らず何人であっても属性やアイデンティティによって差別による不利益を被ってはならないと定めています。男女雇用機会均等法もあります。ところが現実はどうでしょうか。皆さんご存知のように、この国のジェンダー平等は世界で120位です。世界国190ぐらいしかないんですよ。その中の120位なんです。世界で3番目の経済大国です。日本の男女の賃金格差は 24.5%、 これ OECD の、トップ3位です。これは大変不名誉なことで、どういうことかというと、男性が1000円もらってる間に女性がもらってるお金は平均755円です。コロナ禍で仕事を失った方がこの世の中にはたくさんいらっしゃると思いますが、就業人数減った数は男性が41万人、女性は75万人です。どうしてそんなことになっちゃったんでしょうか。なんでこんなことになってるんですかね。このどうして、なんでっていうことに対する答え、私たち知ってますよね。今権力の座に座っている男性たちが今の状況に特段の問題を感じていないからです。今のスピードで男女の賃金格差解消するとなると100年以上かかります。うちの姪っ子が総理大臣になれるかなれないか、そんな話じゃないんです。この状況を変えるためには女性の候補を一人でも多く国会に送り込むことしかありません。今回の選挙、女性候補の数、どこの党を見ても、社会民主党さん以外、どこの党を見ても、決して多いと言えません。
けれど吉田晴美さんのように女性や弱者のことを考えてくれるたくさんの素晴らしい女性たちが選挙に出ています。今この国に生まれる、この国で暮らす小さな女の子たちの未来のために皆さん選挙に行きましょう。そしてジェンダー平等を解消するために尽力してくれる候補者等の名前を書きましょう。ついでに結婚する際に片方が自分の性を捨てなければならなかったり、どれだけ愛し合っていても同性だと結婚できない人たちがいる状況を憲法違反だと考えない裁判官たちにノーを突きつけましょう。今この状況に自分たちの利益が代表されてないと思う人たちが全員選挙に行けば社会は変えられます。吉田晴美さんを国会に送りましょう。ご清聴ありがとうございました。佐久間由美子さん、ありがとうございます。最高裁の国民審査もぜひ忘れずに皆さん罰をつけてください。では続いてモデルの石塚優さん、お願いします。皆さんこんばんは、石塚優です。人前でお話しするっていうことは私はとっても苦手でですね、今とっても怖いです。だけどこのままの政治であることの方がもっと怖いので、私は今ここにいます。他の方々がね、もっとお上手にたくさんお話ししてくださると思うので、私は私の考えていることをお話ししようと思います。私はこの国に生まれてきて、とっても自分がここでずっと生きていくっていうことを何にこう左右されることもなく、自分が自分として生きていられるっていうことを信じて今まで生きてきました。だけど今の現状はそうじゃないみたいです。私のある友達は同性婚が日本でできなかったので海外に行って結婚しました。それ自体はとってもめでたいことなんだけど、その友達はずっと日本で本当は結婚がして暮らしたかったっていうふうにもずっと言っていました。ある友達はセクシャルマイノリティの当事者で自分で命を絶ってしまいました。それが今の日本です。私たちは今度の選挙でこの日本を変える必要があると思います。ありがとうございました。石塚優さん、ありがとうございます。では続いてのスピーカーご紹介いたします。保育士の寺春さん、お願いします。こんばんは。私は、杉並区内の保育園で働いている保育士です。保育士っていうと結構優しいとかほんわかしてるっていうイメージはあるかと思うんですけど、私たち保育士の仕事は子どもの命と生活を守りながら子どもの育ちをよく見つめて、一人一人に合ったペースで一人一人に寄り添ったやり方で発達を促す手助けをしていくことだったり、地域の中で子どもを守り育てていくためにみんなとつながって対話をしていくことだったりと、子どもと穏やかに向き合うことを心がけながらもいろんなことを考えていないといけないので、とてもじゃないけどほんわかなんてしていられないような仕事です。去年の3月新型コロナウイルスの感染症に世界が怯える中で、私たちもどうやって子どもを守って、どうやってそれぞれの家庭を支えていこうかっていうのを話し合って、普段の保育の在り方だったり行事とかを見直してずっと話し合ってやってきました。一斉休校になった時には保育園も
杉並区はお休みになって社会が混乱する中で、保護者からは育休から復帰できないとか、仕事がなくなってしまったとか、家庭内が不安定になっているっていう声も上がりました。こういう時って本当だったらもっと私たちの声が政治に届くべきで、世界的な混乱なんだから黙って従えみたいな政治じゃなくて、こういう時こそ必要な対策を考えたいから、それぞれの現場の知恵を貸してくれっていうふうに言うんじゃないのっていうふうに私は思いました。私たち保育士はとにかくみんなのために休まず働いてくれ、できれば安い賃金でっていうふうに政治に言われ続けてきました。配置基準そんなものは見直さなくていいよと、70年間大人一人で保育できる子どもの人数は変わっていません。待機児童が多いから規制を緩和してとりあえず保育園を増やそう、園庭がなくてもいいよ、保育室の広さなんてギリギリでいいよと、建物を建てて保育士を集めれば保育ができるみたいな事業計画がいろんな自治体で立っています。でもこんなのってこれからの未来を生きていく子どもたちの今の生活をまるで大事に思っていないと思いますよね。私は大学を中退してずっとバンドをやっていて、高円寺では路上でみんなで歌ったり、この北口広場でバンドの仲間と昼間からお酒を飲んでた外国人の方と一緒に缶蹴りを本気でやったりとかして遊んでいたこともあります。でその頃はアルバイトを掛け持ちしているのに月の手取りが13万とか14万とかみたいな暮らしで、お金がなさすぎて知り合いのお店にご飯を食べさせてもらったりとかっていうことも結構していて、もしこのコロナ禍でその時と同じ生活だったら、多分コロナにかからなくても貧困で死んでいたかもしれないなっていうふうに思います。4年前に保育士資格を取得して、今運よく正規雇用で働けているから、なんとか保育の現場で別の困難さを抱えているけれども、今私は生き延びてこれました。だからこそ思うことがあります。私たち保育士が保護者や地域の方々と一緒に大切に育てている未来を生きる子どもたち、その子どもたちがこの先人生でどんな決断をして、どんな道を歩いても見捨てられることのない社会であってほしいということです。そういう社会を次の世代に渡すためには、私たち市民と野党の政治家とが力を合わせて、これまで長い年月をかけて作られてきた変な政治を今変えなければいけないと思います。変えるためには私たちの声や思いを一緒に背負って議会の場に立ってくれる女性候補たちが全員この選挙で当選して国会へ行く必要があると思います。ここ東京8区では吉田晴美さんが立ってくれています。一緒に変えましょう。ありがとうございました。保育士の寺晴さん、ありがとうございます。続いてのスピーカーご紹介いたします。プラスサイズモデル、ボディアクティビストとして活躍されているエブチュラム真理恵さん、よろしくお願いします。ちょうど今到着されたところでありがとうございます。後ろの方大丈夫でしょうか。ちょっと通路にはみ出さないように、ぜひ皆さん周りの方とも適度に距離を取りながら前の方に詰めていただけたらと思います。本日ですね、優先席もご用意してますので、椅子必要だなという方はぜひ前の方にいらしてください。はい、ではエブチラム真理恵さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。まず2本ですか、マジですか、すいません、どうもご紹介に預かりました。私プラスサイズモデルとボディアクティビストをやっております、私エブチラム真理恵と申します。よろしくお願いします。はい、すいません、今ちょうど着いたばかりでしてかつ、こういったスピーチはちょっと初めてになります。なのでちょっと至らないところもあるかとは思いますが、どうか最後まで聞いてくださいませ。はい、そうですね、本当すごい、ごめんなさい。まず、皆さんは
ワイフマテリアルという言葉をご存知でしょうか。その名の通り、妻の素質のある人ということです。それは例えば料理とかアイロンがけとか、まああとは男性を立てる能力だとか、そういったことでしょうね。私は母がタイ人、父が日本人、結婚しているパートナーも外国人という家庭です。私の両親はワイフマテリアルという言葉を一度も教えたことはなかったです。なのでワイフマテリアルという言葉を知ったのは今のパートナーと結婚してからでした。それで私はしばしばよくパートナーとですねジェンダーのことで喧嘩をしたりします。実はつい最近もワイフマテリアルについて喧嘩をして、なんでワイフマテリアルはあったりするのに、じゃあ逆のハズバンドマテリアルはないのかと口論になり、私はイライラしてテーブルを一つ壊してしまいました。さて少し話は変わりますが、世界の 52% は女性です。少し女性の方が多いんですね。でも地位の高い役職についている大半は男性です。今は亡きノーベル平和賞のケニア人のワーガリ・マータイさん、もったいないプロジェクトでよく知られている彼女です。その彼女はナイロビ大学発の女性教授となった人物でもあるんですけれども、その彼女がこういった言葉を残しています。上へ上り詰めるほど女性は少なくなる。その時代から今2022年になろうとしているこの日本はジェンダーとして変わっているでしょうか。全く変わってないと思います。私たち女性は何か性被害、性暴力があったりすると、何か自分が悪かったんじゃないかとか、あの時はこうすればよかったんじゃないかとか、そういったことを考えてしまうと思います。でも本当はそうじゃないんです。社会がそういうふうに思わせてるんです。あなただったり女性がそういう被害に遭うことに値する人物でもなければ、そういったことに被害に遭うようなちっぽけな価値のある人間でもないんです。よくある人は時間が時代を変えると言います。でも私はそうは考えてません。人が時代を作るんです。人が社会を作って時代が変わるんです。数百年前、もし私が数百年前生きていたら、多分ここに立ってスピーチすることはきっとなかったでしょう。それは今まで名もなき偉人たちが、人間が、その人間の中には男性も女性も当然含まれます、人間たちが社会を変えて時代を変えてきたからこそ、今私がここでスピーチすることができているのです。なのでそれは社会を変えるのは私でもあり、今聞いてくださる皆さんでもあり、そして YouTube の配信を見ている皆さんでもあり、社会で生きているみんなさんが時代を変えるんです。なので時代を変えるために、はい、皆さんどうか一緒に頑張っていきましょう。時代は変わるんです。2022年、日本、私は大好きな日本をジェンダーギャップ低いままにしたくはありません。なので皆さんと一緒にこれからも社会を変えるために戦っていこうと思います。どうもありがとうございました。はい、F チュアムマリエさんありがとうございました。続いてスピーカーどんどんご紹介したいと思います。駆けつけでスピーチありがとうございます。続いてのスピーカーご紹介いたします。ライターの長田杏奈さん、お願いいたします。
持つんですか。こんばんは。私はライターとして女性向けの雑誌で20年記事を書いてきました。その中でたくさんの読者の悩みに触れてきました。一見ごくプライベートで個人的とされる悩みの根をたどると、実は低賃金でのやりがい搾取やジェンダーバイアス、セクハラやパワハラなどの社会問題に行き当たることが何度もありました。私のモットーでありライフワークは女性の自尊心を応援すること。しかし今の日本で自分の努力だけでは女性が自分が大切で尊重されるべき存在だと心から信じるのはとても難しい。世の中はなんと私たちの自尊心を折りすり減らすトラップに満ちていることでしょう。去年から性暴力被害者支援のためのワンストップセンターとDV 相談ナビの短縮番号のステッカーを友人と作って全国に無料で届ける活動をしています。たくさんたくさん配りました。そういう中で実は私もとか身近に被害を受けている人がいるとか相談が増えているという話をとても多く聞きます。事件化されているのは氷山の一角なんだと実感します。最近新しいステッカーを配っています。日頃の性差別や性的なからかいがいかに性暴力が生まれやすい文化を形作っているのかが一目でわかるレイプカルチャーピラミッドのステッカー、そして女性が女性であるという理由で暴力を受け殺されるフェミサイドを止めようというステッカーです。今日少しですが持ってきているので欲しい人は声をかけてください。性暴力被害者の声を聞いたことがありますか。セクシュアルハラスメントでキャリアや学業、夢を諦めて立ち去らざるを得なかった人たちの声を聞いたことがありますか。立ち去るべきは加害者です。DV 被害に遭い何もかも捨ててシェルターや母子支援施設に逃げ込んだ人の声を聞いたことがありますか。なんでいつも暴力を振るわれた側が逃げ隠れしなくてはならないのでしょうか。その日の食べ物や眠る場所にことがく10代の女の子の声を聞いたことがありますか。性的消費や搾取をしようと待ち構える大人はうんざりするほど溢れているのに寄り添い助ける手が足りません。性教育の不足や否認、堕胎の選択肢の乏しさから望まない妊娠出産をせざるを得なかった女性の声はどうでしょう。望まない妊娠出産にまつわる事件の報道コロナ禍で増えた気がしませんか。毎回妊娠させた男性の責任が問われないのはどうしてでしょうか。正社員がリモート勤務をする間ワクチンもまだなのに不安な中通勤した派遣社員や官製ワーキングプアと呼ばれる年収200万以下の非正規公務員の声はその多くを女性が占めていますよね。彼女たちの声を聞いていつも思うんです。仕組みや法律を決める場所にもっと当事者である女性がいたらこんなひどい事態にはなってないはずだって。こんなの自分の力や気の持ちようだけではどうにもできません。政治の力が必要です。女性が女性であるゆえに直面する暴力や恐怖、不条理、差別、今つらいんだとやっと声を上げた女性たちを嘘つき扱いしたりバッシングを扇動したり取るに足らない小さなことだと頭を後回しにする政治家はもういりません。男性社会にとって都合のいい女性政治家では意味がないんです。私たちが日常でさらされる違和感、不公平、苦しみを生活者として届ける代表を国政に送り込みたい。今日参加している野党共闘を戦う女性候補にぜひ温かい応援をお願いいたします。長田奈々さんありがとうございます。女性を国会に送りましょう。では続いて社民党党首の福島みずほさんから本日会場に来れないということでメッセージをお預かりしていますので町田彩香さんからご紹介いただきます。はい、再登板となりました町田彩香です。福島みずほさんのメッセージを読ませていただきます。ボートフォーウーマン、
女性の声が政治を変えるにご参加の皆さん、こんにちは。社民党の福島瑞穂です。本日はそちらに伺えず本当に残念です。31日の投票まであと4日となりました。今回の総選挙は日本にとって極めて重要です。命と暮らしと人権を守る勢力と命と暮らしと人権を守らない勢力の大激突です。正念場です。絶対に勝たなければなりません。世界経済フォーラムが今年3月に発表した世界各国のジェンダーギャップ指数によると、日本の順位は156カ国中120位という極めて不名誉な結果でした。私は女性の政治参画が進むことによってその国の政策の優先順位が変わると思っています。まさに皆さんのおっしゃる通り、女性の声が政治を変えるということを確信しています。今こそ政治の流れを変えるために立ち上がった女性の底力の見せどころです。社民党は今回の総選挙にあたり生存のための政権交代を訴えています。本日お集まりの皆さんとしっかり手を携え、女性の声がしっかりと政治の場に生かされる社会、性暴力を含めたあらゆる女性差別のない世の中を作り上げるため、残り4日間全力で戦い抜きます。本日のボートフォーウーマン女性の声が政治を変えるのご成功を心よりお祈りして、連帯のメッセージとさせていただきます。2021年10月27日社民党党首参議院議員福島瑞穂より、メッセージいただきました。ありがとうございました。社民党福島瑞穂さんからメッセージいただきました。牧田さん、ありがとうございます。では続いてですね、日本共産党の田村智子さん、お越しいただいてます。拍手をお迎えください。神奈川から駆けつけてまいりました。ギリギリ間に合いました。日本共産党田村智子です。このコロナの危機は女性たちにいっぱいの苦しみをもたらした。だけどこのコロナの危機は私たちが受け入れさせられてきた苦しみや当たり前を問い直して、この社会の在り方を深いところから変えていこうという大きなムーブメントを巻き起こしているのではないでしょうか。女性は非正規が当たり前、結婚したら名字を変えるのが当たり前、こういう当たり前を問い直していく、そういう選挙ですよね。選択的夫婦別姓という言葉さえも公約から消した自民党政治で一体何が変わるというのか。これは女性だけじゃないと私思っていて、このコロナの危機の下で、例えば昨年3月ライブハウスの皆さんが自粛と保障は一緒でしょ、ものすごい署名集めました。国会に届けてくれました。学生の皆さん、授業料を半額にしてほしい、それぞれの大学で自発的に署名活動がどんどん広がって、その署名も国会に寄せられました。私たち野党はその声を政治で実現しなければならないと、いくつもの法案の提出や予算の組み替えの提案もやってきた。でもそうした声に対して、できないものはできないと、今ある制度で足りていると、命や暮らしに無頓着な無策、これを繰り返したのが自民党公明党の政治だったんではないんでしょうか。だから諦めさせられてきた。でもそれをもう終わりにしようと、野党が本気の共闘に今踏み出している。ここ東京8区吉田晴美さん、本当に市民と野党でね、絶対勝ち抜くんだっていう共闘になっているじゃありませんか。選挙初日の吉田晴美候補の訴えを私も動画で聞きました。感動しました。私と思いは一緒だな、苦しんできた人の声に本当に応えようと一生懸命に考えて実現させようという、そういう政治家だなと
確信をいたしました。最後にね、吉田晴美さんがお話になったのは、野党がそれぞれ異なる政策を持っていても今回力を合わせる、これは多様性だ。だって異なる意見、異なる政党があってこその民主主義ですよね。その中で一致点は何なのか、国民多数が今切実に求めているものは何なのか、この声に耳を傾け共に政策実現していく、まさにこの政権交代は日本の新しい民主主義を私たちの力で成し遂げていくということではないでしょうか。ここ杉並では10年前2011年、福島第一原発のあの事故が起きた時に、党派の違い、立場の違いを乗り越えて原発を止めよう、なくそうという大きなムーブメントが広がった、それが杉並です。もっと遡ってもいいですか。1954年、あのビキニ環礁で水爆実験があって日本のマグロ漁船が被爆した、その時にここ杉並に住む主婦たちが水爆の実験使用、これら全てを禁止しようと署名運動を始めて、それが日本中に広がって世界を揺るがす原水爆禁止の運動へと広がっていった、まさに女性、この杉並の女性たちが日本と世界を動かすような大きなムーブメントを起こしてきたのがここ東京8区なんです。今こそ新しい政治の扉を開ける時です。どうぞね、当たり前として受け入れてきた苦しみを本当に問い直して、政治を変えることで切り替えていこうじゃありませんか。特にね、私今訴えてるんですよ、家族の在り方は自民党に押し付けられるものじゃない、国家が決めるものじゃない、同じ性にしたければ同性婚、違う性にしたければ別性でいいじゃないか、男性同士女性同士が愛し合うこともある、同性婚認めて全ての家族の幸せを応援できる政治へと切り替えていこうではありませんか。どうぞ吉田晴美さん、東京8区から必ず必ず勝利を勝ち取って、私たち4共産党も比例代表で議席伸ばしたい、野党がみんなで勝利してこの国の政治を変えていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。日本共産党田村智子さん駆けつけてくださいました、ありがとうございます。ではいよいよですね、最後のスピーカーご紹介したいと思います。この東京8区候補者、立憲民主党の吉田晴美さん、お願いいたします。こちらお迎えください。皆さんこんばんは。この東京8区の市民と野党の統一候補、吉田晴美です。残りの時間精一杯、私の気持ち、私の考えを皆様にお伝えさせていただきます。今日はボートフォーウーマン、私も女性としてこれまで様々な理不尽を感じてきました。皆様もこのエピソードの中に同じ気持ちになることがあるでしょうか。非正規雇用で働いて会社に行けば社員さん、派遣さん、契約さんと呼ばれる。どうして働く私たちの間に壁を作ってきたんでしょうか。社員さんから派遣さん、契約さん、人の中に上下を作ったんでしょうか。こんな壁を皆さん感じたことありませんか。どうして引け目を感じなきゃいけないんでしょうか。おかしいじゃないですか。女性の働く人の6割、これが非正規雇用で働いている現状です。ここ高円寺でもまさにこの場所でコロナ禍になって貧困をなくそうという活動で食料支援、生活相談、何度も行ってまいりました。実際今日ここにも私とその時に話して、そして支援へとつながった方もいらっしゃっていただいています。お顔が見えます。
もしこのコロナ禍で政治がもっと機能していたら、来月の家賃を心配したり、本当にキャッシングを重ねてお金を最大限借りて、でもどうしたらいいんだろうって迷ったり悩んだり、そして自分を傷つけたり、そんなことをしなくてよかったんだと思う。でも現実、このコロナ禍は女性の私たちに本当に大きな大きな爪痕、傷を残したと思います。そんな中、今政府与党が言ってた経済だ成長だっていうの、傷の手当てもしないまま病気の人のお尻を叩いているような、そんな冷たい政治じゃないでしょうか。私たち女性はこの間、収入の不安や私たちの体の不安やいろんな不安でも受け入れなきゃいけないっていう、そんな理不尽の中に生きてきたと思います。こうして人と人との間に壁を作り、専業主婦対働く女性とか、また分断を作る、女性の間に分断を作って何をしたいんですかと私は思います。でも分かったんですよ、分断作らないと私たちにはすごい力があるから怖いんじゃないですか。私たち女性が動いた時、政治が変わる、その力があるのが怖いんですよ。だから私たち女性たちは党派を超え、そしていろんな価値観、それを大事にしながらこの政治に立ち向かっていきましょう。こんな声があります。もう女性女性女って、その時点で差別だっていう人もいます。でもちょっと待ってください、私は自分の性を女性として認識しています。どんな性でもいいんです、男性でもいい、その他の性でもいい、自分の考えている性自認否定しないでください。それを女だからってまた言ってるっていうのは、私たちの声をまた抑圧することになります。この点は私すごく違和感を感じていることの一つでした。私の今政治人は女性、その中で感じていること申し上げたいと思います。母親という名の日本の母親神話、これに私はとても苦しみました。娘が一人います。母親なら手作りの離乳食、母親なら可愛いキャラクター弁当を作る、母親なら保育園に行く時の通園バッグ自分で縫い物する、これ全部私できません、全部できません。でもこれって私のせいかな思いました。そんな思いしなくていいんじゃないですかね。私この日本に厳然としてある母親神話、出産の時もそうでした。私は自然分娩したかったんですけれども、子供がお腹の中で仮死状態になって緊急の帝王切開になりました。もう30分で子供を出しました。その時に言われたんですよ、帝王切開なんてダメよ、ちゃんと自然分娩して産みの苦しみを持たなかったら母親としてまだね、まだまだねって、そんな言葉を投げかけられた時、なんでだろう、私選んだわけじゃないんだけれどもって、すごい理不尽な思いをしました。こういう今日本に厳然としてある社会の女性に対する女性らしさ、母親らしさ、こういうものに苦しんでいらっしゃる方、もうそういうの解き放ちませんか。もう十分です。私たちは女性男性あらゆる性である前に一人の人間です。
この点を本当に大事にした政治にしてほしい。その意味でも今回特にこのコロナ禍で感じた仕事の不安、女性の皆さんが感じている収入の不安、その中で私が感じたのはもう一つ、皆さんも人材派遣会社に行って35歳を過ぎて、あらもう35歳過ぎて正社員無理ですよ、あなた贅沢言わない方がいい、女性で非正規雇用でも契約社員でもまだあるだけマシ、ちゃんと働きなさいよ、心ない言葉を投げかけられて、自分はなんて価値のない人間だろう、思い込まされました。そんなことないですよ、なんで年を取ることがいけないんでしょうか。年を重ねるって素敵だ、そういう日本にしたいんです。女性はなんで年を重ねるとなんか厄介者とか価値がないとか、そんな心ない言葉を投げかけられるんでしょうか。皆さん自信を持ちましょうよ。私たちは私たちのままでいいし、みんな等しく年を取る、こんなことで差別される日本もうたくさんです。仕事の場でも、そして社会の中でもこれを変えていきましょう。今まで私たちは声を上げることを本当つらかった、でも今こうして皆さんがここにいらっしゃることで、私はこれを話してもいいんだって勇気をもらえるし、こうしてみんなと一緒に声を上げてこの社会を変えれるんだっていう勇気をもらっています。先ほど日本共産党の田村智子議員からもお話がありましたが、この杉並の地は大きな日本を変えるムーブメントを作っていく発信源にしませんか。これまで社会が変わらないっていう残念な気持ちになった方、変えられます。この間の生理の貧困、皆さんどんな思いで感じたでしょうか。女性という性を自認していらっしゃる方なら、あの生理の貧困がこの日本にあることがどれだけ切ないか、何がアベノミクスだって思っちゃいますよね。いやー、ほんと株価はもうバブル期以来の高値ってニュースで出ると、そんなに豊かな国でなぜ生理の貧困があるの、なぜその話もできないの、そう思うんです。面白いことがあったんですよ。その生理の貧困があった時、ちょうどその高円寺で朝の駅頭してた時、犬を連れた女性が来て、ちょっとさ、あの生理の貧困ひどいわね、永田町にいるもうおじさんたちにナプキンつけさせないよって、私たちの気持ちそしたら分かるんじゃないおっしゃった方がいて、そうだなって思ったんです。本当すみません、こんなあの言い方してあれ失礼かもしれませんが、でもそれだけ私たちにしか分からないことがあります。国会の女性割合、今回立候補した人 17%、 全体の 17%、 全員当選してもまだ 17%、でもやっぱり変えていくしかないし、私たち一人の議員が二人三人の声を上げていく、そんな国会を作っていくしかないし、でも国会議員の力なんて限りが多分あるんです。そうじゃない、そこじゃない、私たち一人一人の声がまさに主役であり、政治の主役はあなただと思います。レインボープライド、これも大きな大きな流れになりました。この流れを作ったのは政治家じゃない、私たちじゃないでしょうか。ジェンダーギャップ、これを埋めていくのも政治家じゃない、私たちが作っていく、本当にその一つ一つの積み重ねとムーブメント、これを社会全体に広げていきたいという思い、今回の東京8区注目の選挙区になっているそうです。今
この選挙の結果が大きな意味を持つようになりました。私は八百屋の娘で、父は中卒、知名度ない、お金ない、地盤はこの6年間歩いてきた皆様からいただいた声だけをこの中にたくさんあります。結局権力には逆らえない、結局大物の前で小さくなってなきゃいけない、結局理不尽を飲み込まなきゃいけない、違う、この選挙で皆さんやっちゃいましょうよ。権力に私は立ち向かっていく、そして理不尽に立ち向かっていく。皆さんが感じている思い、ひるまずに国会で、そして論戦していく、その覚悟を持ってこの選挙戦頑張ってまいります。どうもありがとうございます。立憲民主党吉田晴美さん、ありがとうございました。吉田晴美さんを国会に送りましょう。女性を国会に送りましょう。野党共闘4党応援しましょう。皆さん今日はどうもありがとうございました。最後にですね、皆さんで、集合写真を撮りたいなと思いますので、今日スピーチいただいた皆さん前に来ていただいて、この、ですね、ステージの上から写真撮りますので、ぜひ皆さんもよかったら一緒に写っていっていただけたらと思います。ちょっと写るの嫌だなという方は後ろの方に行っていただけると良いかと思います。ありがとうございます。スピーチをした各登壇者の方と一緒に写真を撮るチャンスになります。皆さん一緒に写りましょう。前の方に、もっと前の方に寄って、ちょっと絵を作りましょう。みんなで応援してますよと、吉田晴美さんを通しますよという意思をですね、写真の絵を作ることで意思を表示しましょう。もうちょっと前に集まっていい絵を作りましょう。ご協力お願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。